位置について、まいどん、どうもまいどんでーす。実はね、今日全部撮影終わって、今本来カメラを回す予定ではなかったんですけど、なんかちょっとみんなに話したいなって思ったことが一つあったので、今回はね、ちょっとそのお話をしていきたいと思います。私、まいどん、明日から黒髪になります。ほほ。実習がね、こう半年間ぐらいあるんで、まあそのために染めるんですけど、黒髪がね、嫌なわけではないんですけど、なんかね、半年ずっと黒髪じゃないとダメなので、なんか縛られてる感っていうか、まあそういう感じがね、あんまり嬉しくないなって思って、黒髪にするために美容院予約したんやけど、その時に、なんか要中高生の時、あんないっぱいの校則をちゃんと守ってたなって思って、私ってさ、結構なんでこんなことしなあかんのみたいなルールがめっちゃ嫌いなんよ。まあ、こんなこと言ったら大人の人に怒られそうやねんけど、確かにマナーとかって大事やとは思うねんけど、なんでやるのみたいなことが社会の中で多すぎて、まあ、ずっと疑問を感じてきたのよ、この大学生活で。まあそういう感じで結構疑問を持つことが多かったんやけど、こんな私でも結構中高生の時って校則をしっかり守るタイプやったのね。体型隠したいのもあったけど、スカートも言うほど折ったこともないし、なんか髪も染めたことないし、メイクもしたことない。メイクしたのもう大学生になってからなんですよ。学校によるけど、校則って本当に厳しいとか厳しいじゃないですか。私が通ってた中学校高校も結構厳しいところで、なんか眉毛を剃るなとかまで言われてて、まあでも大学生になってね、この校則を思い出してみて、生徒の安全を考えた校則やったらいいんやけど、なんか例えばね、さっきの眉毛のことだって、ぶっちゃけ眉毛ってちゃんと整えた方が清潔感出るしいいやん。なんかそういう身なりについてのおかしい校則って世の中いっぱいあるなって思ったのね。そういう身なりについての校則って縛りすぎるとね、今度生徒の個性とか興味の幅とかを狭めてしまってるなって私は思うの。で、どういうことかっていうと、もう私自身さっきも言ったように、本当に校則をしっかり守りすぎたせいで、なんかもはや洗脳みたいになってて、美容イコール悪いことっていう意識になってたのね。でも大学生になってね、バイトですっぴんはダメですよって言われるようになって、でそっから必死に美容を学んだら、今度はね、美容が好きになって、でそっからファッションが好きになって、どんどんね、興味があるものが広がっていったのよ。これをね、高校生のうちから知ってれば、美容は悪みたいな考えがなければ、もっと違う道を歩んでたりとか、青春の楽しさとか、なんかもっとね、そういうのを早く見出したんじゃないかなって思うの。だからちょっとね、校則をしっかり守りすぎたことを実は今ちょっと後悔してるんですよね。あとはね、髪の色とかで、まあ私みたいにね、医療に関わる人たちとかって金髪とかやっぱり怖いイメージを持たれてる方が多いのね。高齢者の方とか、そういうね、いろんな人に関わるし、その人たちに安心感とかね、親近感を与えなければいけないっていうのがあるから、私たちがね、黒髪を求められるっていうのはわかるんですよ。でもなんか中高生の子たちとかに、もともとちょっと茶髪の子に対して無理に黒に染めろって言ったりとか、茶髪の証明書持てって言ったりとか、なんかもはや茶髪差別じゃないけど、なんかこういう小さいところから差別意識って生まれてしまってるんじゃないかなとも思ったりしたので、なんか細かいこと考えてるかもしれんけど、なんとなく私はそんなことを考えてしまって、まあだから行き過ぎた校則って果たして正解なのかって言われると、私は違うんじゃないかなと思ってて、きっとね、それぞれの学校がちゃんとした理由があって決めてることもたくさんあると思うんやけど、大人になった今、私が中高生、今の中高生の子たちに伝えたいのは、校則を破れとは言われへんし、大人に反発しろとも言われへんねんけど、大人にダメって言われて、でその理由をちゃんと聞いた上で、それでもなお自分はこれが間違ってると思うって思えることに関しては貫いてほしいなって思います。私はね、今まで大人にダメって言われたことをもう理由も聞かずに、あーこれはダメなんやなって思い込んで、自分の意思を持たなかった、まあ自分で考えることをしなかった、大人がダメって言ったらダメっていう風に完結してたせいで、後悔したこともたくさんあるし、なんか大人になって自分の意思で決めて生きていくっていう訓練ができてないから、何かを決断するっていうのも怖くてなかなかできないような人間になってしまったんですね。まあ、だからみんなには大人に対して完全なイエスマンになるのはやめてほしいなって私は思いました、大学生になって。まあっていうお話なんですけども、中高生とかの時の教育って本当
当に大人になってからの自分を作るにおいてすごい重要な役割を果たしてるなって思ってて、中高生の時にどんな教育を受けてたかによってどういう大人になるかってすごい決まるなって私は思うんですよ。だから逆にね、そういう校則とかで守ることはいいことやねんけど、それに縛られすぎて考えが偏るっていうのも私はなんか違うなって思ったので、今の中高生の人たちにはこれを知っておいてほしいなと思ってお話ししました。はい、ということで今回の動画終わりたいと思います。次の動画でお会いしましょう。おつどん、大人の方怒らないでください。それではバイバーイ。